チャンネル。どうも、ついてるです。今回ですね、こちらのね、車を購入したので、まあ、内装外装ね、紹介していきたいなと思います。はい。で、今回購入したのはですね、ワゴン R、鈴木さんからの車になります。はい。なぜね、これを購入したのか、というとですね、僕の前乗ってた新古車のミラ・イースちゃんがですね、まあ、事故に遭ってしまったということで、変えました。はい。まあ、タイヤこんな感じですね。うん。で、結構ま、窓が、こう、ま、小さめの作りになってるかなっていう感じですね。後ろ席ですね。後ろ席の窓はやっぱり、ちょっと小さめになってるかな。っていう感じ。で、顔はこんな感じですね。まあ、作りとしては、まあ、結構シンプルな感じになってるかなと思います。そして、まあ、この前の、この部分が、ま、四角が結構多かったりしますね。この下の部分も、やっぱりこう四角っぽい感じだし、この辺もカクカクしてるっていうか、まあ、四角が多い感じの、角張った作りになってるかなっていう、そういう感じですね。はい。まあ、この辺とかね。一応これハイブリッドなんで、燃費はめちゃくちゃいいですね。この辺もやっぱね、ライトも四角張ってるような感じの作りになってるかなっていう感じですね。これあのワゴン R は台によってこの辺のね作りとかも違ってくるんですけど、この車種に関してはなんかこう銀色のメッキがこう四角っぽくついてるっていう、そして真ん中にはエンブレムがねついてるっていう感じの作りですよね。はい。まあ、こんな感じですかね。アンテナがこの辺についてますね。はい。で、あとですね、ルーフなんですけど、ルーフの方は、ちょっとラインが入ってますね。はい。じゃあ早速、中、開けて、内装の方をね、見ていきたいなと思います。エンブレムが入っていると。そして、中身結構ね、見渡すと広いんですよね。特に後ろに行ったらよくわかります。めちゃくちゃ広いです。そしてね、高さがある。動画ではちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、高さがあるんですよね。で、あと、まあ、鍵は、この普通の鍵なんですけど、まあ、スマートキーじゃないね、鍵なんですけど、まあ、これを、まあ、この鍵穴にね、挿入して、こう回す。回してつけるっていう、まあ、そういう従来ながらのねエンジンスタートになっているかなという感じです。で、まあ前見てわかる通り、ここにエアコンのね、まあ空気穴があったりとか、前方もねめちゃくちゃ効率的にスペース収納ができるようになっていて、例えばこの辺とかもね、この前の部分にくぼみをつけることによって、ここに物をね、収納できるようにしたりね、してますね。助手席の前は何もないっていう感じ。で、メーターはこういう感じになってますね。まあ、これが、ナビゲーション画面なんですけど、モニターなんですけど、ここに三角マークがついてますと。結構ね、この辺もシンプルですよね。で、エアコンがここについてる。で、これエアコンのね、操作がちょっとね、はじめわからなかったんですけど、つけるときはですね、これを上に上げます。そしたら、つけます。で、ここで温度調整していくっていう感じ。で、あとモードですね、ここの上半身、下半身モードの操作に関しては、ここで、下半身だけとか、
モードいろいろ変えれますよと。でこれリアガラス、フロントガラスの曇り止め、曇り状況っていう部分と、あとオートっていうのが、これ多分風量が自動で、切り替わるのかなっていう感じですね。ここであと風量も調節できます。であとはこれが、空気の流れですね、それも調整できますという感じですね、はい、なかなか、この操作方法も独特かなと思います。まあ、コントロール部分がここについていますという感じですね、はい。モニターはね、個人的には結構好きで、特にこの縁の部分がいいなって思います。この黒い縁ですよね。この黒縁が結構おしゃれかなっていう印象を受けます。でここでまあ SD とかも入れれますね。まあ、SD 取り外しみたいな感じでやると、こんな感じで、DVD も挿入できますという感じですね、はい。で上の方見ていきますか、まずライトですね。ライトはこれで結構このねスイッチの部分が結構大きめな作りになってますね。であとはミラーですね。ミラーのところに、まあ、カード挟めたりするようになってできてて、まあ、こんな感じで開きますよと。助手席の方は何もないと。であとですね ETC はここにありますね。助手席の前の方についてるここですね。これ非常にいいなって思ったんですけど、まずここのね棚の溝が結構深めな作りになってる。これは結構便利かなと思います。まあその分だけちょっと幅がね狭いかなって思うんですけど、この幅ね。でもこの縦幅は結構まあ長めな作りになってるって感じかな。うん。でここですよね。ここにもまあ当然まあいろいろ入れたりすることができると。ここはドリンクホルダーね。っていう感じですね。あとはこんな感じ。ポイントの一つなんですけど、助手席と運転席の距離は結構ね近い。なので結構カップルの方にはいいんじゃないかなって思うんですけど、この距離ですからね。僕もう一台乗ってるアテンザに関してここにまあ、コントロールのこの部分がついていたりとか、物置とかがね、あるんですけど、ここに間にあるんですけど、でもこれもう肘掛けをね、取るだけで、めちゃくちゃ距離が近くなるんですよね。助手席と運転席のね。なので、この距離感ですからね。この距離感で、結構いい感じの距離になるんではないでしょうか。はい。であとは、まあ、ここにスピーカーですねがついてるっていう感じ、まあ、これ助手席の作りですね。この辺もちょっとくぼみがあるデザインになってます。でシートはこういう感じ、ちょっとメッシュっぽくなってますね。メッシュですねこれ。なので結構吸水性とかもあるのかなっていう感じですね、はい。じゃあ後ろの席いきますか。ちょっとこれは僕的にはマイナスポイントなんですけど、まず運転席の後ろのシートのポケットがないです。助手席はあります。運転席の後ろ結構ついてる車多いと思うんですけど、このワゴン R はないですね。であと肘掛けは後ろの席にはないですね。あとシートは倒せるようになってますと。横の棚の部分見ていきますか。これ結構ね僕いいなって思ったのが、まずここについてるっていうのは結構まあ普通かなと思うんですけど、この下の部分もね結構効率的に収納できるようになってるんですよね。
例えばこういう部分とかね、こういう部分の本来であればなんかちょっと四角になりそうな部分とかもこう何かこう物を入れたりとかできるようになってたりとかするし、あとはこれこういうのとかね、結構考えられてるなっていう。傘ですね、傘をさせるようになってます。でこれに関しては後ろの席2つついてます。傘立てがね2つついているっていう。やっぱ傘結構ね、あの車に入れるときって、僕あのアテンザーの場合とか、まあ、こういうのないんで、あのこの下の方に傘を横にねして、まあ、あの置いてるんですけど、まあそういうのしなくていいんでね、傘に関しても一切気を使う必要がないですよね、これによって。あとやっぱ窓がねちょっとまあちっちゃいかなっていうのはありますけど、ただまあこの辺黒と白のこのコントラストとか僕は結構デザイン的には好きかな、うんですね、はい。やっぱりね後ろ ゆったりしてますね、かなり。これも動画ではあんまり伝わらないと思うんですけど、ゆったりしてますよ、はい。であとはこういった感じの視界になってます。結構ね視界広いんですよね。まあ今運転席ではないんですけど、運転席から見るとこういう感じかな。結構ね視界いいですよこれ。あのうん、まあ僕がアテンザに乗り慣れてるせいかもしれないですけど、かなり視界いいかなっていう感じ。あと電気もね、結構ライトもねいい感じにつくんですよね。ちょっとライトつけてみますか。ライトがここでつけられるんですけど、めちゃくちゃ光る。結構明るいんですよねこのライトが。僕は好きですね、感じです。やっぱ白っていいですよね。ちょっと後ろ下がりましょうか。引きの絵をね見て、まあ、横から見るとこういう感じ。うん、いいですね白のちょっと輝きある感じも僕は好きです。こういう感じね。モノトーンが好きな人には結構いいんじゃないでしょうか。なんかね外から見ると結構コンパクトな感じに見えるんですけど、中乗ってみるとめちゃくちゃ広いんでね。まあそんな感じの車紹介になりました。ありがとうございました。僕はあの他の動画でもね、車関係の動画たくさん撮ってるんで、よかったら見てください。洗車のねことについても結構動画で撮ってます、上げてます。はい、ありがとうございます。失礼します。